残暑厳しいこの日も私たちを支えて守ってくださり感謝いたします。共に礼拝することができるこの初時をこの場所であなたの皆を高らかに崇めることができるこの時を心から感謝いたします。どうぞお一人お一人が心からなる礼拝を心からなるあなたへの全てを捧げるひとときを私たちに今備えていてくださいますように心からお願いいたします。神の子のイエス様の愛が今一人一人の中に豊かに豊かに注がれていることを心から感謝いたします。イエス様の愛は変わりません。私たちはこのイエス様の愛に向けて変えられていく必要があります。しかしイエス様は変わることのない私たちの人生の変わることのない基準、妥協軸であり、私たちを立ち返らせる、その原点であることを感謝し賛美し、イエス様の名でお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。変わることのない神様が私たちのそばに、私たちの人生の中にいてくださいますので、いつも立ち返る場所があるので、感謝をいたします。世の中は目まぐるしく変わり、そして世の中は揺れ動いております、先週、日本のジャーナリストである山本美香さんがですね、内戦中のシリアを取材中に、そこで、戦闘に巻き込まれて命を落としてしまうとそういう悲しい、出来事が、あったことを思い起こします。あのような戦闘というものがどれだけ厳しいものであり、戦争がどれだけ悲惨なものであるかということを、あの、山本美香さんのあの、取材と、また、映像を通して私たちは知ることができたと思います。日本は平和ボケしている、そういう部分があるかもしれませんね。まあ、もちろんですね、命を落とすような戦いはありませんけれど、私たちの人生の中に、サタンとの戦い、私たちの人生の中に私たちを苦しめる悪魔が私たちを襲っている。案外それを私たちは気づいてないのかもしれませんね。サタンはどういう方法で戦ってくるかっていうとですね、それは訴えることなんですね。訴えること、皆さんが何かによって訴えられ、そして自分を訴えるだけではなくて人を訴えていく、これはですね、サタンが使う常套手段です。サタンは私たちの中で精神的に、まず訴える。根拠なくですよ。根拠なく訴え。そして、抑圧し、そして支配していく。そして、サタンがいることに気づかない。日本の多くの教会は、このサタンとか悪霊を追い出すということをしてきませんでした。それはですね、サタンが、騙してるんですね。自分たちがいることが分かってしまったらサタンは追い出されてしまうので、自分たちの姿を隠してそして働いている。皆さんそのことを感じておるでしょうか。イエス様は最後の言葉でこのように語りました。私の名によって悪魔サタンを追い出しなさい。皆さん、私たちはそういうサタンの力に絶えず追い出している。まあ、自分のお家をですね、ちゃんと掃除してるかどうか分かりませんけれど、私はですね、まあ、私はできるだけ掃除したいと思ってますけど、掃除をいつもするように、皆さんの心と思いをいつもサタンから、解放させて、そしてお掃除をする、そのことはとっても大切なことです。まあ、一人の人がですね、全身が痛いということで、病院に行きました。お医者様、大変です。体のあちこちが痛いんです。お腹を押しても痛かった、膝を押しても痛い、腕も痛い、ほっぺたも痛い、どうなってるんでしょうか先生、どれどれちょっと見せてください。ほどなくして、ああ、わかりました、指の骨が折れてますね。まあ、これはですね、笑い話みたいなものですけれど、東大元暮らしというその言葉がありますけど、人は遠くの人のことはわかる、でも自分の身近
自分のことは案外わからないんですよっていうですね、そういうことを教訓的に言ってる話かもしれませんね。イエス様はこう言いました。人を裁いてはいけません。例え話としてですね、兄弟の目の中にある塵を見つけるけれど、自分の目の中にある針も気づかないっていうんですね。偽善者たち、まず自分の目の中の針を取り除けなさい。ここでですね、自分の目の塵っていうのは、目くそや鼻くそ、ちっちゃいものです。あ、違う。他人の目の中にあるものは、目くそや鼻くそのようなちっちゃいものです。しかし、自分の目に入っているのはですね、針、家を支える、柱と柱を支える、そういう太い、材料、そういう太いものが入っているんですよ。自分はそういう罪があるんですよ。人は自分に目を向けないで、人のことばっかりおせっかいを出すけれど、しかし、まず自分の罪を悔い改め、罪とは的外れ、イエス様から、神という的から外れて自己中心に生きている、その罪を悔い改め、許していただいたならば、今度はですね、人に対して、はあ、自分も許されてるんだ。人を訴えるときにもですね、優しい言葉になるんですね。自分は正しい。自分のですね、針が見えない人はですね、自分は正しい。そう言い張りますけれど、ああ、自分も罪人なんだけれど、あえて何か言わせてもらいたい。そういうですね、柔和な、そして相手の心を開くような、そういう言葉をですね、私たちは、その他者から自分を知ることによってできるのではないでしょうか。皆さん、どうぞ今日も自分自身が主の前に罪人であることを悔い改め、そして許しをいただいて、そして自分が許していただいたように他者にもこの愛を伝えていく、そういう生き方をさせていただきたいと思います。サタンは自分に非があることを目を向けさせない人のことばっかりがするんですね。皆さん今、尖閣諸島とか竹島、北方四島のこの外交戦争になってますね。これはですね、政治では解決しないってことを、はっきりと、見せてくれているような気がします。私たちはクリスチャン、教会だけができる解決というものが、教会はですね、日本と韓国、また中国、非常に強くつながっているんですね。私たち教会がクリスチャンが、これが、政治的な方法とは全く違いますけれど、この領土は日本のものだと確信しておりますけれど、でもそれをお互いに共有して統治して、そして、支え合っていく、そして分け合っていく、そういう方法を取ることができないかなと、私はそのように一クリスチャンとしてそのように思っております。それは訴えられている、そういうものがなくなったときに私たちはそういうものから解放されるんですね。皆さんの中に今日訴えられているものないですか？サタンはもう気づかないように皆さんを巧妙に支配しようとしていますから、イエス様の皆によって勝利する皆さんでありますように祝福いたします。アメン。さあ今日はですね、話の話題は少し変わりますけれど、ノアの箱舟による救いとあなたの救いという題です。ノアの箱舟、それはですね、実際に起こったことです。有名なお話ですけれど、ノアの箱舟というのは罪が満ち溢れた人類に対する神様の裁きでした。あの洪水によってアララテ山、当時のですね、エベレストよりも高いような山があった。その山を全てこの水で溺れてしまうほどの、そういう洪水が、そしてノアの家族だけはその箱舟の中に入って、そしてその洪水から免れた。それ以外の人たちはみんな死んでしまった。そういう出来事がありました。皆さん、それほど人間の罪というのは恐ろしいものなんです。皆さん、私たちクリスチャンというのは罪が許されていますけど、自分がどれだけ罪深い、根深い、そういうですね、神よりも自分を優先してしまう、中心にしてしまう、そういう
性質を持っているかということをですね、自覚する必要があると思います。でももちろんそれは許されているのです。許されているから感謝なんですけれど、私たちは今日この出来事を通して、ノアの箱舟による救いとあなたの救い、私を救ってくださる神様の愛に感謝したい、そう思う人は歩んでください。アーメン。まず第一番目、なぜノアが選ばれたのかということをまず見ていきたいと思います。なぜノアが選ばれたか。ノアはですね、神様が全地を見渡したときに、その中で正しい人だったってこういうふうに言われています。ここでですね、私たちが正しい人っていうときにどういうふうに考えるか。完全無欠で広くて、火の落ちどころがない、傷のない、そういう人であった。まあ、もちろん、そういう部分はあったかもしれない。でも、神様との関係が正しい人だと、そういうふうに考えた方がいいのです。例えば、良い家族っていうのはどういう家族かっていうと、お互いに欠点はある。足りないところはある。ヘマをやりかす。でも、そういう不甲斐ない、情けない部分を持ちながらも、お互いに許し合い、お互いに支え合い、愛し合う、そういう家族をですね、良い家族って言うんではないでしょうか。皆さん、それと同じように、神様との関係が良い、そういう人を神様は正しい人だと見ておられるようです。皆さん、どうぞ、私たちは、どうぞ神様の前にありのままで出ていき、神様との良き関係を今日も結ばせていただきたいと思います。ヨブはこう言いました。ヨブに、友達はヨブにこう言いました。あなた方は神と和らいで、和解して平安を得るがよい。そうすれば、安らぎが来るであろう。皆さん、今日私たちは神様の前に出て行き、あるがままで神様の愛を受けて、日が当たる、そういうところに出ていきたいと思うんですね。イエス様はですね、ブドウの木が実を結ばないならば、これを持ち上げて日の当たるところに持っていかれると、ヨハネ15章で言われました。皆さん、今日、私のすべての神様の光の前に、神様の愛の光の前に持っていって、そしてそこで、神様とどこも隠れるところがない、どこも隠す場所がない、そういうところに皆さん出て行ってください。どうぞ、これがですね、神様との正しい関係なんです。あの時代、ノアは神様とそういう正しい関係を持っていました。仲良しの関係。今日神様が世界中を見たときに、皆さんは親しいですか？仲がいいでしょうか、神様と。そのような友の関係、親友の関係、恋人の関係、一つになる関係、神様とそのように持っているならば、皆さんもきっとノアのように選ばれる人です。それはですね、恵みですね。神様が許してくれているから、私たちは神様の前に出ていくことができるんです。でも、今日も悪魔はですね、皆さんを訴えてますよ。自分の罪と罪責感と、人を責めたり、自分を責めたり、また自分を抑圧するように、サタンは皆さんに語るんです。皆さん、サタンは嘘つきです。皆さんは救われています。皆さんは癒されています。皆さんは祝福されている人です。サタンはこれを嘘をついて、皆さんを騙しています。イエス様の名前によって追い出して、サタンを立ち向かって、そして、皆さん、どうぞ、神様との愛の関係を、イエス様の十字架によって、神様と一つになる、そのような関係を、今日、立ち返るように、祝福いたします。あれでしょうか。アメン。第2番目、神に聞き従ったノア。ノアは、あの時代、神に従い通した人でした。大切なのは、神に従ったということ。山頂に長さ150メートル、幅25メートル、高さ15メートルの巨大な船を、箱舟を作りなさいと神様からノアは言われました。
それはですね、今のこの時代でも、まあ、今の時代だったら理解されるかもしれませんね。創世記がありますから、ああ、あれと同じことをやってるのか。でも当時は誰も理解しなかったと思います。バカだな。もうみんな自分たちは自分の常識だとか自分の価値観で人を見ますので、ノアはバカにされて辛い思いをしただろうと思います。だから私たち今の時代もどうぞ、人から理解されなくても、家族から理解されなくても、友達から理解されなくても、神に従う、そういう生き方が求められているのではないでしょうか。まず第一に、それはイエス様を信じるということです。皆さんの家族は救われている人が多いと思いますけれど、でも洗礼を受けるとかイエス様を信じることを良しとしない家族もいるんです。でもそれでも私たちはイエス様を優先していく、そういう私たちはですね、神に従う生き方が求められるだろうと思います。まあ、それからですね、イエス様を信じるだけじゃなくて聖書に従っていくという時には、時には人から誤解される、そういう生き方があるかもしれません。それでも私たちはイエス様を優先していく、世の価値観ではなくてイエス様の価値観に従っていく。だから世の中の価値観とですね、イエス様の価値観は違いますよ。動機がまず違います。例えばですね、教会を立て上げていくときにも、世の中の価値観というのはですね、競争原理であるんですね。人がどうやったら多く集まるだろう、そしてどうやったら大きな教会になるだろう、大きな教会になって有名になれるだろうか、結構そういう動機で牧師が教会を建ててしまうということがあります。皆さん、これは世の価値観なんです。イエス様は悪魔から誘惑されたんです。偉くなりたい、目立ちたい、自分の欲を満たしたい、そういう誘惑をされた時にイエス様は打ち勝ちました。皆さん、私たちはこの世の価値観に、この世の欲や目立ちたいということや力を持ちたい、そういうですね、神様との価値観と違うものに打ち勝っていく必要があります。わかりやすく言うとですね、悪魔というのは皆さんの当面のニーズ、手近なニーズを満たそうとします。食欲とか性欲だとか、まあ、睡眠欲とか、もちろんそれは必要な欲でもありますけど、当面の、でも神様というのはですね、そういう当面のことではなくて、もっともっと先にある、もっともっと大きな、そういう計画です。皆さん、どうぞ、この悪魔の誘惑は絶えずやってきますから、私たちは打ち勝っていく必要があります。教会を行うためにもですね、それは本当に神様の心、神様が表される、神様が喜ばれる、そういう教会を私たちは立てていく、そして神様が願われる、神様が喜ばれる、そういう生き方を求めていく。純粋でバカだなと言われてもですね、私たちは本当に神様に従っていく。あの時代ノアはそのようにして神に従っている、私たちも神に従っていく、そういう生き方をさせていただきたいと、そう思います。皆さん、愛か欲か、これが一つの鏡です。どのようなことをするのも、神を愛する愛、人を愛する愛で行っていったら、ほとんど道を外すことはありません。でもどんなに良いことをしててもですね、自分の欲でそれをやろうとしていたら道を踏み外してしまいます。どうぞ神を愛する愛、だからこの瞬間もですね、神様だけを見上げてるんでしょうか。神様の御顔、神様ご自身を求めてるんでしょうか。礼拝中にですね、私たちはこの神様以外からフォーカスが外れていた、これは的外れな礼拝なんです。私たちは原始的な偶像崇拝というのを絶対しないと思います。神社や仏閣に行って頭でも
私たちは神様よりも大切に思うもの、神様よりも重要なものを持っていたり、この礼拝中に神様以外を考えて、これもですね、実は偶像礼拝だって言うんですね。コロサイ人の手紙にはこのむさぼりが偶像礼拝なのであります。皆さん、何を大切にしてもいいんです。イエス様が一番です。イエス様にだけに目を向けていく、イエス様だけを求めていく、イエス様だけを仰いでいく。そこに答えがあるのです。マタイ6章33節には神の国と義を第一に求めなさいと言われました。私たちは必要なものだとか、神様より必要な気になることがあります。でもそれを与えてくれるのは神様です。お金を求めるんじゃなくて、お金を与えてくださる神様を求める。健康を求めるんではなくて、病を癒して健康をくださる神を求めていく。皆さん、どうぞ上にあるものを求めなさい。皆さん、それが神に従う生き方です。そうしたら私たちはですね、この時代踏み外すことのないクリスチャン生活を送ることができます。神に引き従いました。そして第3番目、今の時代の箱舟は何でしょうか。今ノアの箱舟はありません。今週私はですね、実は、グランドキャニオンに、招待されてですね、行こうかな。まあ、あれ結構高いんですよね。で、グランドキャニオンでそのノアの箱舟のその、洪水の跡が残ってるんですね。あ、聖書は本当なんだ。それを、勉強してこようかと思ったんですけど、私はいろんな、仕事奉仕を断らなければいけないのでですね、もうそれは、また今度にしましょうということで行きませんでしたけれど、ノアの箱舟、それはちゃんと歴史的なことです。神話ではありません。あの時代にあったことです。では今の時代のノアの箱舟は何でしょうか。まず第一に、それは教会です。この教会がノアの箱舟です。教会はキリストの体、罪と悪魔と病と呪いと死に打ち勝ったキリストの体、その中に私たちは組み込まれている。ということは、私たちはもうそのような私たちを苦しめる悪魔、罪、呪い、病から、皆さん、箱舟の中ですから守られます。皆さん、感謝ですね。どうぞしっかりとこの箱舟の中に入ってください。そして後ろの扉をイエス様は閉めてくれます。閉じ込められちゃったんじゃないんですよ。私たちは守られるんです。世と悪魔と罪の力から触れることのできないところに今入れられています。ハレルヤ。2番目は、福音が語られる場所がノアの箱舟です。今この場所で福音が宣言されています。悪魔は敗北した、罪は許されている、イエス様の十字架を通して病が癒されている、イエス様の十字架を通して呪い、茨とあざみは、貧しさは取り除かれて、アブラハムの祝福が与えられている、死と地獄は滅ぼされて、天国と永遠の命が与えられている。皆さん、これが福音です。私たちが福音を聞くときに悪魔の情報が追い出されている。どうぞ皆さん、福音を聞き、信じ、それを語っていってください。悪魔はですね、福音を聞かせたくない、そういうふうに思っています。教会へ来て、説教を聞いて、聞きたくない、うるさいってこう感じる場合があります。それはですね、サタンが覆いをかけたり、皆さんの中でですね、これは嘘だ、こんなこと聞くな、と。皆さんですね、サタンが語っている可能性があります。パウロはこれで言いました。この世の神である悪魔が人々に福音を聞かせないと覆いをかけているのである。皆さん、だから私は福音を語るときに悪魔と戦いながら、悪魔と立ち向かいながら、この福音を語っています。
皆さんどうぞこの悪魔を追い出して、そしてイエス様の福音を信じてください。イエス様の福音によって皆さん、この悪魔は打ち滅ぼされて、罪は完全に許されて、私たちはですね、もはや責められることがない、喜びと平安と祝福の中に入れられている、聖霊に満たされている。皆さん、その福音を皆さん信じて語っていってください。そして第3番目の箱舟はですね、私たちの人生が箱舟です。私たちの人生、揺れ動くその船のようなものかもしれません。で、脳の箱舟っていうのはですね、実は船ではないんです。形は箱なんです。まあ、例えればですね、マッチ箱みたいな完全な箱です。長方形の、縦150メートル、横25メートル、高さ15メートル。それはですね、もう波が来て洪水で、あっちへ流されればあっちへ行く、こっちへ流されたらこっちへ行く、そういう形でした。皆さん、私たちの人生もそういう箱のようなもの、神様の導かれるところに流されていく、これが私たちの人生かもしれませんね。でも神様はその箱舟を守って、壊れないように導かれたように、まあ、一つですね、あれはですね、あの箱舟のあの3つの比率、縦と横と高さは、今船の中で一番いい比率だと言われているんですね。世界中を渡っているあの船はですね、大体このノアとノアの箱舟と同じ比率で作られているそうです。あれが一番、頑丈で、そして沈みにくい、倒れにくい大きさだそうです。神様すごい知恵ですよね。そして私たちは箱舟の中で今、やられています。で、箱舟の横にはですね、窓がないんですね。なぜ窓がないか、もし窓があったら周りが見えてしまうので、怖くなって怯えてしまって、そして挫折してしまう可能性があるから、神様は窓を作らなかったんです。皆さん、今でもサタンは吠えかける獅子のように私たちを誘惑し、私たちを圧迫しようとしています。皆さんがサタンの声を聞いたら、そしてサタンの声を聞き続けたら、必ず支配されて抑圧されてしまいます。ガラガラヘビはですね、リスを好物としています。ガラガラヘビはどうやってリスを捕まえるか、おそらくリスの方が早いですね。で、それはですね、目を見るそうです、リスの。そうするとですね、リスに、ヘビに狙われたリスは硬直して硬くなってしまって、そしてそこで動けなくなって、ゆっくりゆっくり近づいて締められて、締め殺されて食べられてしまう。皆さん、リスはヘビと目を合わせてしまったら硬直してしまいます。皆さん、私たちもそうです。サタンと目を合わせてはいけません。皆さん、サタンと目を合わせないで、神様とも目を合わせてください。サタンと取引したり交わってはいけません、サタンさん、ね、私はあんまり伝道しませんから、私をいじめないで、取引はダメです。サタンよ、出ていけ、目を合わせない、交わらない、もう一方的に追い出すだけです。箱舟の周りには窓がなかった。皆さん、横は見ないでいいよってことです。サタンだけじゃなくて、人と自分を比べなくていいよ。人の生活はよく見える、自分は劣っているように、自分は惨めなように見える、比べなくていい、横が見えないんです。箱舟の一つだけ窓があった、それは天なんですね。その箱舟というのは神様だけを見てればいい。そして問題があっても神様に祈ればいい。そのことを教えています。皆さん、私たちの人生は箱舟のようなものです。人生は旅であり、あなたはその旅人です。人生という旅を
まあ、今は箱舟の話をしてますから、後悔ですね。海を揺られている、波に揺られている一艘の船のようなもの。でもそれはですね、箱ですから自分で行きたい方向へ行けない。でも上に窓がついてるから、その窓を通して神に祈ればいい、神を見上げていればいい。それをノアの箱舟は教えています。つまり神だけを頼っていきなさい、神だけを信頼していきなさい、神だけを見上げていきなさい。だからそれが皆さんの人生を、生活を祝福してくれるのです。皆さんどうぞ神様の祝福を受け取ってください。神様を見上げて歩んでいってください。さあ、私たちの人生のゴールは天国ですけれど、そこに行くまで今週も神様を見上げて、そして神様だけを頼って、神様だけを賛美しながら、感謝しながら歩んでいこうじゃないでしょうか。アメン。皆さん、横は見えないですよ。サタンやまた人と比較したり、他の人のことが見えなくていい、神様だけを見てればいい。皆さん、お互いにですね、一致させようとすると一致できないんです。でもみんなが神様を見て、神様とつながったら、気がついた一致してるんです。皆さん、これが一致です。みんなお互いに合わせようとして、それは無理して、また不自然な位置です。神にある位置っていうのは、みんなが神様とつながったら、気がついたら一つになっている。教会はそういうものです。皆さん、私たちさらに強くなって、一つになって、そしてこのノアの箱舟に多くの人を入れて、一緒に天国へ行こうじゃないでしょうか。お願いいたします。天のお父様、ありがとうございます。私たちの人生の中にノアの箱舟に入れてくださるその恵みを感謝いたします。神様、どうぞ一人一人を導いて祝福してください。イエス様の名前になります。アメン。一緒にしばらくお祈りをいたしましょう。神様、感謝いたします。あなたの素晴らしい名を頼みます。あなたの素晴らしい名を頼めて賛美いたします。神様、ありがとうございます。素晴らしい神様、ありがとうございます。素晴らしい神様、ありがとうございます。お一人お一人が神様のお力を今必要としています。神様、どうぞ上に窓がついている箱舟の長であったように、私たちの人生も四方八方は解決が見出せなくても、神様にだけ頼り、神様を助けてくださるその道が残されている、それだけで十分です。そしてそれだけで完全です。神様、私たちはあなたの素晴らしいそのような力を必要としています。日本の外交戦争が行われています。竹島尖閣諸島、北方四島、この両国との関係が、神様、あなたの愛によって、クリスチャン教会によって解決していくことができるように、神様、シリアの内戦を神様シリアに届いてください。神様、どうぞこれ以上無駄な血を流して戦い続けることがないように、神様、守ってください。世界中で内戦がある国、イスラエルとまたパレスチナとの戦い、神様、どうぞあなたのシャロームが、あなたの平安が、平和がやってくるように助けてください。日本の教会を用いてください。クリスチャンを、牧師たちを用いてください。日本を救ってください。世界を救ってください。ユダヤ人を救ってください。日本の政治と経済を守ってくださいますようにお願いいたします。日本の中で道徳が大変しています。殺人事件、神様、起こらないように、神様、自殺とどめられるように、交通事故、水難事故、熱中症、大一号などの食中毒事故なども起こっております。神様、どうぞ守ってください。人間関係を修復し、祝福してください。経済を必要に出してください。健康を与えてください。天皇皇后両陛下を、神様、皇室を救い、奈良総理、閣僚官僚、国と地方の議員たち、国と地方の公務員たち、国の守る警察、消防、救急、自衛隊、医療の現場で働く人たち、学校、職場、老人ホームなどにいじめがなくなるように、神様、暴力団、ヤクザ、娼婦、ホスト、神様、救われるようにお願いいたします。薬物中毒、アルコール中毒、神様、さまざまな中毒の人が解放され救われるように、犯罪者を、犯罪が起きないようにしてください。
神様引きこもったり、また精神的に抑圧されている人たちを神様守って癒して支えてくださいますように。日本で神に背を向けている人たちが神様に立ち返ってくることができる。神様どうぞ働きください。お願いいたします。イエス様ありがとうございます。ここで一緒に乗っている方々と共に、またインターネットを礼拝している方々と共に、神様あなたの祝福がありますように、あなたの祝福がありますように、今週もあなたの祝福がありますように、心から心からお願いいたします。心から感謝いたします。心から感謝いたします。一人一人を支えてください。一週間支えてください。イエス・キリスト様の名によって心から感謝してお祈りいたします。アメン、アメン。皆さん一緒に神様に感謝の拍手を捧げたいと思います。アメン。皆さん一緒に私たち、さらに献身していきたいと思います。喜びと感謝の心で献金を捧げていきたいと思います。聖火をお持ちですから541番、前回541番を私に立ち上がって賛美していきたいと思います。みんな捧げ祭り、我が物は出し、お膝で胸
また私たちの体や人生をお捧げいたします。神様をお受け止めくださいますように心からお願いいたします。お捧げしイエス様の皆でお祈りいたします。アメン。アメン。八代さんのスマートフォンからはですね、礼拝の説教が聞こえてましたね。録音されて、その再生が止まらなくなってしまったんでしょうか。礼拝中に理事の兄弟先ほどちょっとちらっと顔を見せてまた、手を振って帰ってきてしまいましたけど、まあ、いろんな人がいてですね、面白いですね。そんなに人数がいるわけじゃないのにね、みんな、違う、そしてみんな素晴らしい、神様が愛されている、神様を通して一つであるその家族であることをこれから感謝いたします。ということになります。聖誕式を受けるにあたってどうぞ私たち神様にさらに目を向けていきましょう。天のお父様、ありがとうございます。私たちの人生の中で頼るべきお方はただお一人、信頼していた友から裏切られ、またお金は使いはなくなってしまうし、何も確かなものはこの地上にありません。神様お一方です。私たちを救い、私たちを愛し、永遠の命をくださる、その救いをくださったイエス様の十字架を覚えて感謝いたします。イエス様は私たちの罪のために十字架にかけられました。死んだ後墓の中に葬られ、そして一家の後に復活して今も生きておられます。このイエス様を私たちの命とし、私たちの全てとして、今日この聖餐の中でもう一度目を受けさせてくださいますように、祝福してください。イエス様の皆で感謝してお受けいたします。アメン。生産式を通して神様は私たちにご自分の体を、ご自分の血を与えてくださっているということをもう一度思い起こしてください。大丈夫です。私たちはイエス様がいるから感謝を持って一緒にいただきましょう。プロデュースをお伝えいたします。この杯から飲みなさい。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。暑い日が続きますけれど、神様の愛は私たちの健康を支えてくれます。またストレスの多い世の中ですけど、私たちの体、精神を支えてくれます。そして悪魔サタンから霊的に守ってくれるこの神様の血、神の救いを感謝を持っていただきましょう。どうぞお願いいたします。縁深い天の地ある神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前に捧げます。願う子は聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え、御言葉を述べ伝えることができますように。主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。幸せ運べるように死に、そして、取り出しのようにしたいと思います。自身におられない、強い心を持って亡くなったあなたの分も毎日を大切に生きてると、傷ついた日本を元の姿に戻そう、支えよう。
清めてくださるあなたの素晴らしい救いを感謝いたします。永遠の救いとこの人生の救い全て与えられています。ありがとうございます。まず日本において癒されなければいけない3つの三重の苦難がありました。地震と津波と放射能の事故、神様この原発事故、特に深刻です。食べ物の汚染や、また住むことができない、ふるさとを失ってしまった方々がいますけれど、神様、どうぞそれらの方々に望んでくださり、慰めを与え、支えを与えてください。そのマイナスの出来事の中で、神と出会い、そして救われることができるように、日本の中にある痛みを持っている方々は特別に神様、今覚えてください。お願いいたします。痛みを持っている方々の中に神様、あなたの愛が注がれるようにお願いいたします。また私たちの中に今傷、病、癒される必要のある場所があったら、今イエス様の名前によってその癒しが与えられるように、その癒しが与えられるように、サタンが私たちの思いの中から全部出ていくように、出ていくように、今イエスの名前によって命じる。サタンを出ていけ、悪魔を出ていけ。聖霊様、あなたをご歓迎いたします。聖霊に満たしてください。私たちをあなたの宮としてください。私たちの体を神殿としてください。私たちの体はノアの箱舟のように、私たちの人生は旅のようなものです。何もこの思った通りにコントロールできないことばかりです。でも私たちは神に祈り、また神に頼り、神に従っていく、そのことは決断できます。神様どうぞ、私たちの人生が道を外すことがないように、今まではどうであったとしても、これから神様私たちを導き、私たちの人生をあなたに喜ばれる、あなたに祝福される、そして私たちのこのノアの箱舟は幸せを運ぶ船です。福音を伝道する船です。そして日本を救う船です。日本ばかりではなく全世界を乗せることができる、人々を救うことができる、その力、キャパシティがあります。神様どうぞ、私たちの教会がそのような力を持って立ち上がることができるように、私たちの教会が今力を持って立ち上がることができるように、神様お願いいたします。一人一人を祝福してください。イエス様の愛の中でどうぞ今祝福してください。どうぞ今祝福してください。聖霊で満た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 してください。ハレルヤ、主をお願いいたします。あなたの愛で今聖霊で満たしてください。今あなたの愛で聖霊で満たしてください。イエス様の血潮で清め、聖霊で満たしてください。イエス様の血潮で清め、今聖霊で満たしてくださいますよ。ハレルヤ、主を感謝します。ハレルヤ、主を感謝します。主の力で満たしてください。主の力で満たしてください。ハレルヤ、主を、あなたは私たちを愛して、あなたが私たちに持っている計画を必ず成し遂げてくださると信じます。私たちの弱いにもかかわらず、私たちがあなたから離れることがあるにもかかわらず、あなたは私たちの諦めないで私たちの人生を使ってくださいます。どうぞ一回の人生あなたに持ち上げたい、そしてあなたの働きをしたい、あなたと共に働きたい、この国と世界を変えていきたい、あなたの愛で満たしていきたい、そう願います。どうぞ私たちを用いてください。私たちの人生を導いてください。お願いいたします。東京を救い、日本を救ってください。アジアを救い、
アメリカを、また南米を、中米を、また、オセアニアを、アフリカを、ヨーロッパを、神様はそれらの他の地域においても神様の救いが満ち溢れるように。イエス様の名で感謝して賛美してお祈りいたします。アメン。主は素晴らしい、主は素晴らしい、主は素晴らしい、
Thank you.
どうもありがとうございました。これで礼拝開会になります。お座りになってください。ありがとうございました。